はいどうも、キスケです。今回ですね、ドラゴンクエストライブラーズ実況を始めていくんですけども、今回使っていくのはユニット2体のククールになります。はい、できる中身がこんな感じですね。まあもちろんユニット2体と聞いて思い浮かぶのがオルゴデミーラとグレイナルだと思います。はい、でこれですね、天使の眼差し、これで確定で、まあこの強いユニット2体を引っ張ってくるというわけなんですよね。はい、で、あとはもう全部特技と武器という感じですよね。まあ必殺技ニードルショット、まあこの辺とか、ロトで反転から、癒しとかホイミ、ベホイミ、まあ、この辺でしっかりと序盤をねしのいで、オルゴデミイラを増やしまくったり、グレイナルを増やしまくったりとね、そういう戦い方でもう粘り強く戦っていくというわけです。はい、まあエロスの弓も応援持ちなんで非常に相性が良くって、でタンバリン2枚入れてる理由が、まあ第2形態のオルゴデミーラがね結構手札に来るんですよね。はい、なので、まあそれを走らして一気に、10点かな、10点決めていったりとか、そういう動きをしていきます。はい、ということで、こちらでランクマッチ回っていくんですけど、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それではランクマッチやっていきましょう。さあ対戦やっていきましょう。お相手ゼシカですね。ゼシカか、氷解かな。まあ、最初のマリガンのコツはサーチカードか、まあ、オルゴデミーラ、まあ、ユニットですよね。その辺を持ってきたいっていう感じかな。それ以外はもう全部返品しちゃっていいんじゃないでしょうか。はい、さあ教会だと、まあ、ロトあたりかな。アグロでもロトですよね。はい。エンド。もうやることないときはこれで顔をちまちまとつけるんでね。それがいいっすよね。はい。あ、皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますっていう感じなんですけども。まあね、結構。1年とちょっと実況をさせてもらってるんですけども、まあここまでやれてんのもね、見てくれる人がいるからこそなので、非常にありがたく思っております。はい、やることないですね。 やることないな。もうロトの応酬になってんね。まあ僕の正月、年末ですよね。年末はガキつかみてっていうか、あ、ちょっと怖いですね。ちょっと怖いな。 ちょっと怖いな。僕の正月はまあガキつかみてどうする寝たっちゅう感じですかね。はい、そんなもんですよ。エンド。あとあれ見ましたか、天心とメイウェザーの、ボクシング対決ということで、結構ね、試合前から注目されとったんですけど、結構ね、賛否両論あるみたいなんですよね。まあ、そらそうかっていう感じなんですけど、正直ね、あれね、どうなんでしょうかね。僕の意見からすると、正直、まあ、そりゃそうなるよねっていう結果だったんですよね。で、試合前とかね、結構、メイウェザーが、記者会見遅刻してきたりとか、しとったんですよね。それでなんか、メイウェザー失礼だとか、失礼だぞ、みたいな感じで結構言われとったんですけど、まあ、実際試合見てみると、俺のターンだ。日本人が失礼だったんじゃないかなっていう気が すごいするんですよね。すごいする。ちょっとめんどくさいな、樹氷の竜。 ちょっとめんどくさいですね。いや、ダメか、どっちにしろ取れないから、まあグレーなら行くか。粘り強く戦っていきましょう。まあウェザーはね、まあ、正直もう最強ですから。まあ、ドラゴンボールでいう
まあ、なんかねヤムチャとブロリーを見てるかのような試合だったんですよね正直。それは仕方ないことなのかなっていう思いますけども、これ氷塊と見習い悪魔って結構相性悪くね氷塊に見習い悪魔だったらどうなんのこれ。まあ氷塊が割れる前にこれザオラル使っていきたいですね。竜王王者救出。ですよね。まあお金 10億円ぐらいって言われてますよファイトマネー、メイウェザーがね。まあ日本という場所で引退した世界最強のボクサーが試合してくれるっていうのはもう本当にねすごいことやと思うんですよ。ただ結構ね、まあ、悲しい結果に終わっちゃったっていうのもまあ一つかなとは思いますね。はい、癒しじゃないな。ベホイミ、スキルチャージ何持ってきたんかなちょっと怖いな。はい、ホイミ、これもホイミ、ホイミ、ホイエンド。多分リーサルないでしょさすがに。まあ良かったですよメイウェザー、多分手加減してくれてますからねあれ手加減してくれないともうほんまにね選手生命が終わっちゃうぐらいボコボコにされとったと思うんで、まあ、そこはありがとうっていう感じですよね。でね結構ねなんかキック使ったら天心も戦いとったぞみたいな感じでねなんか言う人がいるわけですよ言う人がいるわけですよね。逆ですよね多分。キック使わしちゃうと多分ねメイウェザーさんがまあ爆発して本当に危なかったっすよね。ほんまに危なかったと思うそれがすごい感じるような試合でしたよね。はい特にね説明することもないかなっていう、序盤ひたすら耐えてこういう動きをしていくっていうだけですね。はい、強い。なんだ相手のデッキがいろいろ入ってる、わちゃわちゃしてる。ヒャダルコバチャってる。復活、わちゃわちゃしてるね。はい、スキルチャージで何？あ、フェイス、フェイス？マジそれ？どうするか。マジか、嬉しい。クソ嬉しいぞそれ。はい。はい。発動。復活、グレーになる、強すぎで処理でいいか。はい、テンションアップ、テンションアップでさらに回していくと、回る回る、歌が出てきますね。回る回るよ時代は回るはははは、やばすぎ。どうする、結構苦しくないこれ。エンド、結構苦しいんじゃない。グレイナル3体目の前に並んでますけども、いかがかな。もうこうなっちまえばね、あ、こっちのもんですわ。アークマージね、まあ、ドレアムとか出されてもザラキあるし、それなりの対処法があるんで手札にね。あとはもう復活復活、ヒャダルコ地獄越、強すぎる強すぎる。ザラキどうすっかな。ヒャド5点きついな、ちょっと
まあ、天使の守りとかあったらね結構楽やってんけど。ヒャダルコがあるか。冥界の霧。そしたらどうしよっかな。はい、はいはいはい、とよいしょ。エンド手札なくなっちゃいましたね。手札なくなっちゃったよ。くらえ。まあこっからですよね。正直粘り強い戦いしてれば勝てると思うんでね。うん、粘り強くちょっと待って相手のデッキが本当によくわかんない。あ、違う、これあれか、魔導スライムから持ってきたんかな。いや、これ、あ、これもか。じゃあ魔導スライムから持ってきましたね多分。グレンで、まあ、オルゴ、はい、いや天使の守りあたりが欲しいですね。欲しい。復活、王女救出、レベルマックス。レベルマックス、うん。相手どうやって勝つんだ相手どうやって勝つんや。ザオラル、地獄のザオラル復活。まだ氷死んでないんでねこれ。おお強い。うん、えい、ニフラン消えてくれ。さあこっから氷が、あーでもザオラル使ったか2枚とも。じゃあもう全然安心ですね。さあさあどうすっかな。ドレアムとか入っててもおかしくないんで、ザラキはちょっと残しておきたい。王女の愛、まあこれは竜王一戦じゃないかな、さすがに。うん、あ、そっち？そっちなんや。ダーン、復活、往生際の悪いやつめ。魔力の本流7コストになったカード、やばすぎ。カードめちゃめちゃ引きますね。あ、殴っていく、やめる、殴っていく、復活か、はい、さあどうしようかな。どうするかな。タンバリン、タンバリンか。第二形態がいればね結構強かったんやけど。はい、おい、テンションアップ。これでまたテンション回るんでね。はい、そうだよ、はい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 、シャンシャンシャンと、はい、テンション回していきますよ。死なない全くもって死なないこのデッキ。地獄グレイナル、まさに地獄。エンドだ、ダーン。魔法陣も1個なんで多分ね25点は削れないと思うんですけどね。さあ残り HP は5となってますね。
グレイナル復活は強すぎる。よしよしよし、対戦ありがとうございました。強すぎる。さあ対戦やっていきましょう。今流行りのミニアですね。まあこれは全部返品でいきます。さよなら。うーん、まあ悪くないですね、うん、この手札で悪くないと言えるこのデッキ、あ、いいんじゃないですか。私のターンです。あれですね、ネルゲルのスリーブですね。ソロってことはまああれですね、占いミニアですよね。はい、あ、いいんじゃないですか。いいよ、エンド。まあこのレベル3に上がるタイミングで手に入る王女の愛がね、グレイナルとすごい相性がいいっていうのも強いですね。基本的にこの占いって愚者は入ってないと思うんですよ。うん、そう信じたいんですけど、多分ね。テンション回していく。を使う。あ、カード1枚引いていく。なるほど。まあタロットフォーチュンクッキーのコストをいち早く下げてやろうという感じかな。やることなくていいんです。まあできればここでね、次の最短でオルゴデミーラが出せるように越したことはないんですけど、うん、仲間との出会いってことはまあクローズはほぼ確定かな。グローツ、こいつの BGM がほんまにかっこいいですよね。めちゃめちゃかっこいい。俺のターンだ。エロス。ほい、あ、ほい、エンド。まあ王女救出大事にしとってもいいんでね。大事にしとこう。さあロー、このローに遅れを取るなよ。ただこのローは手札を1枚増やすだけなんで、あまり強くないっちゃ強くないですね、はい、あ、いいんじゃないですか。徹底除去、エンド。まあ次ぐらいからかな、はい、何にしようかしら。次からグレイナル、ザオラル、ザオラル、天使の守り、増やしていくみたいな動きができるんで、なかなか強いんじゃないですか。暴れ牛取り、ちょっと焦ってるかな。お、そっちか。まあ、え、そっちなんや。なぜだ。どうしようかな、精霊の矢扱わんでもいいような気がするんですけどね、正直。さあ、未来は私の手の中に。まあ牛放置するのもめんどくさいんで取るか。癒しの雨、エンド。まあこれタロットフォーチュンされても次のターン装具、ザオラル、テンション回すみたいな動きができるんで、なかなか強い動きが見れるんじゃないですか。てかフォーチュン何コストやろ。こういうのってやっぱ数えとかなん、数えとかんといかんですよね。いかんですよね。あらら、消えちゃったよ。塔の塔。お見事です。さあ対戦やっていきましょう。先行引いてお相手アリーナですね。うん、全部返品でいこうか。はい。うん、悪くない。ベホイミはいらないですね、正直。おー、強い、これは最強だ。オルゴデミーラ引ければもう最強です。無敵、強靭、無敵、最強。俺のターンだ。モーモン、うーん、まあアグロですよね。ニフラム、ニフラム刺さりそうやな。ニフラムすごい刺さりそう。はい、思いっきりいくわよ。めちゃめちゃ刺さりそうですね。
まあ多分ね、劣化圏に相当特化してないと、ククールの体力を劣化圏で削り切るのって結構難しいと思うんですよね。なので、まあ、オルゴデミーラ最短で出さんくてもっていう感じかな、正直。はい、こいつをくらえ。くらえ。まあでもこの盤面やったらオルゴデミーラ出せそうかな。はい、まあ、ベホイミ自分のフェイスにもかけれるんで、ね、ベホイミはバーンカードじゃないですよ回復手段なんで、ね、おお、2フラム刺さるね。ただまあこれはオルゴデミーラいきます。はい、さあどうするかな。オルゴデミーラ、うん、そのシーゴーレムに2フラムが刺さるっていうのも強いですよね。あ、ちょっとこれ地味にプレミしたな地味にプレミしましたね。ここでよかったな、マジで。いやー、ミスった。ミスった、ミスった。ああ、普通に取っていく。じゃあ、ザオラルで復活します。はい。うん、強すぎ、強すぎ、笑ったエンド。オルゴデミーラ製造工場です新年早々働いてます。ポポスト、ハリモグラ、竹槍兵、これ処理かな、フェイスかな。もうさすがにフェイスか。じゃあこれ2フラムがごっそりと刺さっていきますね。うん、はい、まあ、一見きついようには見えるんですが、2フラム、はい、がっつりと刺さっていくんですね。でこれはベホミンフェイスにかけとくか、うん、カードも回したいんでね。はい、エロス、おい、エンド。まあ悪くない、悪くないです。なかなかプレッシャーにはなってると思う。ストレートパンチ、テンションまだ1回しか回してないよね。うん、ゲルダ、なるほど、結構強いなそれ。うん、王女救出をフェイスにかけていく。俺のターンだ。さあ精霊の矢、まあ使えないんで普通に展開するか。うん、はい、エンド、はい、俺と殴り勝とうというのか、殴り合おうというのか。まあ多分ゲルダで取るなら第二形態やと思うんでね。さあさあどうする。格闘パンサー、なかなか強くないこのデッキ意外とやるな。うん、精神統一、力、あ、なるほど、普通に取っていく。はい、ゲルダってエロスの弓やったら取れますよね。ククールの真正面におるけどさすがに取れるよね。やめてね、なんか怖いことやんの、毒らない。フェイス、もうフェイスしか見えない、フェイスしか見えない体になってしまったんだっていう感じかな。ただまだ先行劣化圏は飛んでこないんで、このまま詰めていこうかなと思いたいんですが、オルゴデミーラタンバリンでリーサルを取ってしまうという感じですね。はい、
はい、ホイト、オッケー、対戦ありがとうございました。俺の方が早い、俺の方が早い。あいよ、今回は負けちゃったけど次は負けないんだから。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、ユニット2体のククール使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。結構ね、こういう構築でも序盤はねしっかり耐え切って、オルゴデミーラ、グレイナルを、ガチャガチャ扱い回して、まあ、勝つことができるデッキなんですよね。はい、まあ、非常に強い。でロトがフェイスに打てるようになったことで、まあ暇だなと思った時にロトをフェイスに打ってあげると暇やなと思って相手の顔面をね切りつけていくことができるんで、非常にね戦いやすくなってます。はい、意外とね強いですよアリーナに対しても、まあ、2フラム決まるし、アグロピサロとかに対しても癒しの雨使えば、ゲマとか取れるし、第2形態で不思議なタンバリン使えば、まあ、全然一気にリーサル取ることができるし、なかなか強いんじゃないですかね。うん。なかなか強いんじゃないですか。はい。ということで、よろしければですね、ククール使いたいっていう方は、こちらのデッキ、ランクマッチ試してみてはいかがでしょうか。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは、良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。